どうもこんにちは、トラゾーです。今日は沖縄キャンプの総括ということで、1ヶ月を振り返り、岡田監督が評価した選手などを紹介させていただきます。あっという間に1ヶ月の沖縄キャンプが終わり、これから本格的にオープン戦に入り、シーズンへの見極めが始まっていきます。今回は岡田監督の今回のキャンプの総括を一部抜粋し話していきます。まず岡田監督がキャンプ MVP に挙げた前川選手、岡田目投手については、去年も前川少し交流戦とか出たけどな、やっぱり故障とかあってなかなかねシーズンいう意味では活躍できなかったけど、今年はそういう意味ではノイジーの出遅れもあるけど、どんどん外野手として使えるというかね、それでここまではね実戦でもいい結果出してるしね、十分戦力として今年はいけると思うけどね。もともと思い切りがいいしね、まあ去年もそれで交流戦で3番とか打たしたことあるし、だからまあちょっとどっちかっていうと打球がラインドライブが多かったけどな、今年はボールが上がるもんな、飛距離も柵越えとかすごいな、去年まではちょっとラインドライブがかかりすぎてな、ボールを潰しに行きすぎてなんかそういう打球多かったけど、今年はやっぱりなうまく運ぶというか、やっぱりあれ下半身もなんか太くなってすごくな、下で打ててるというか、そういう感じを受けてるよ、うん、と大絶賛しています。そして岡留投手については、そら1年前と比べたらな、だからこれは今は分業制というかそういうのがあるから、ブルペン陣に関しては1枚でも多い方が絶対みんな助かるわけやからね。その中には岡留なんか完璧に入り込んでしまったよな。どっちか言うたら左の方が多いからな、右の中継ぎ言うてな、おーん、今年はゲラも右だし、そういう意味ではバランス的にはすごく良くなったと思うよ、と話しています。岡田監督が話しているこの1年前の姿というのは、2023年2月18日の DeNA との練習試合で、岡留投手が登板するもストライクが入らず、わずか10球で降板させられるという苦い経験がありました。そしてそこから1年間しっかり制球球威を磨き、一軍の舞台でも登板し、今回のキャンプでは見違えるほどの成長ぶりを見せてくれました。そして木浪選手と小畑選手のショート争いについては、小畑もバッティング良うなったよ、一人なあ、おーん、えらい、昨日もな、なんかえらいな、誰やろうとバッティングの音が良うなったよな、なんかな、音がな、そらインパクトが強なったんやろな。まあ基本的にだからなかなかね、ショーというポジションでワンシーズン任すいうのは難しいかもわからんしな、おーん、だからまあ全然二人とも戦力やから別に今決めることじゃないけど、どっちかが調子悪くても全然遜色ないわけやから、全然それは大丈夫と、どちらかが一歩リードなどではなく二人でシーズンを守っていくと話しています。しかし実際去年はほぼほぼ木浪選手がレギュラーとして出場し、ゴールデングラブ賞まで受賞しているので、今シーズンも木浪選手メインで行くのでしょうか。そしてキャンプ前には佐藤選手もレギュラーは確定ではないと話していたサードのポジションについては、いやいや守備うまなったよな、11月の秋のサブのグラウンド見てみんや、こんなに特集できてるんやから、とキャンプ前にはあれだけ守備面に関して指摘してきた岡田監督も認めるほどの変化がありました。佐藤選手の打撃に関しても、特殊が良かったと思うよ俺は、バッティングも下半身がどっしりな、足の力もつくと思うし、下で打てるようになるし、打つ方にも絶対プラスになってると思うよ、と話し、佐藤選手の成長ぶりについて思ったよりも安定したな、と評価しました。そして気になる開幕投手ですが、大体な考えはあるけどね、うん、別に絶対こいつや言うのもないし、うん、誰でもええ言うたら不平が起きるけど、そのくらいの力が拮抗しとるしみんなね、だからまあそれはもうちょっと後やな、半ば過ぎてからやな、投げてないしな、甲子園で投げてからやろな、と大まかな考えはある様子。そして選手全体を見て意識の変化や状態については、みんなやること分かって落ち着いて自分のなできることをしっかりできたんちゃうかな、俺はそう思うよ。やっぱりまあ自信に満ちてる言うたらおかしいけど、やっぱり去年の1年のね、そういう1年間通じていい戦いして勝ったいうのが、やっぱりそれはもう全然やっぱり選手一人一人の気持ちが違うよそらな、うん、だから去年はまだなポジションも変えて打順も変えたりね、そういうのでまたちょっと未知数の部分もあったしね、スタートの時点では。でも今年はある程度ね、
そんなにもメンバー変更はないと思うから、うん、そういうね、去年と同じような形でもやっぱりスタートとしては今年はやっぱり全然違うよな、やっぱりなと評価しています。最後に梅野選手、ノイジー選手については比較的軽傷ということで、ノイジー選手に関しては甲子園から出場する見込みとのことです。2人に関しては安心です。以上、岡田監督のキャンプ総括についてご紹介させていただきました。3月に入ると本格的に試合が続いていき、見極めの期間になりますが、どの選手が開幕メンバーになるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。